藤川が教わったちょっとピッチングをしてる時にで山口コーチに一回なんか、ね、サンテレビ の取材かなんかの時なんか言いようらへんかったけど山口コーチに我を教わったんちゃうのかって言うたんや、うん、なるほど、バーンでなしにプッとこう言うちょっとの間なでそれ教わったで変わったんちゃうのって聞いたら何も言わへんかったね、隠しとったの。いや、いろんな表現できますから、福さんの言うことが正解ですよ。だから多分あんだけ上背があるのにね、低いんですよ、こうリリースするときに。で、なんでか言ったら、右膝が折れて、腰が低くなるから。なって、使えない。うん、だからこう、フラットなボールしかいかなかったんですけどね。だからあれからピーンと右足でまっすぐ立って、そのままスッと出ていくようになって角度が良くなったですね。あれがヒントもらった。それがもうなで、ちょうど俺オリックスのスカウトの時に藤川球児コーチで聞いてたんですよね、うん、うちも追っかけてる。でオリックスは内野手で行きたいと。うん、で野球センスあるから、ああ藤川は、うん、体が細いし足まだまだピッチャーじゃ時間かかるやろっていうことで、でそれ聞いてたから球児が二軍にくすぶってる時に俺ちょうど呼ばれていった時にノックしながら「お前早いこと内野手になったらええのに、内野手の方が寿命長いぞ」って言って。いやもうちょっとピッチャーで毎年キャンプ行って帰ってくるんですよ、どっか行ったな、ああ故障してな、故障多かったへんな、はい、だから7年間毎年キャンプ真ん中辺で帰ってくるんですよ、うん、なら至るとこまあちっちゃな故障ですけどね、その故障を二軍で鍛えてだから7箇所鍛えていったら7年目終わったらプロの体になってたっていう、でその時に、まあ、下半身も強くなったから膝が折れんでも粘れるようになったんでしょうね。 ある時スカウトで仕事終わって中継見てて寝っ転がっとったら球児が出てきて、今センターでしょ、うん、ボールがこなしに見えましたもんね、 あれで思わず飛び起きて、いつの間にこんなボールになったんや言って。いやもう高志真面目やからさ、いらんこと言えへんしまあまあでもね、現役時代はみんな一緒に悪もしたし、うんうん、おもろいな、やっぱりなんか順番に誰と話をしても、ああの時こんなもんあったな、あんなのあった、頭な出てきて、はい、ああこんなおもろいことあったな。まあ一番おもろかったのはやっぱり巨人に初めて買ったグリーンホテルか、はい、水道橋かな、はいはい、優勝してもうみんなが泣いたわ。いやーやっと報われたみたいな感じでみんな泣いて、あれが初めて買った時が日本一とみんな思って、たかし、もうあの時ねパンクしたから、僕はヤクルトの年です。あ、ヤクルトの年で、はい、甲子番組でな、リーグ優勝して、で日本シリーズに向けて、走行やろうって有馬温泉泊まったじゃないですか。あ、はい、で次の日に俺ゴルフに行ったんですよ。でゴルフで、ちょっとティーショット打った後に見とれて足踏み外して、あっグッて腰カクッとなって、ほんでそれから日本シリーズに向けて「おいピッチャーもバッティングせえ」言ったら福さんのバット借りて、はいはい、バッティング好きやからガン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 振っとったらだんだんおかしになって、で大事な日本シリーズはベンチ裏でパシリしてました。お腹空いたからサンドイッチ買うてきてくれとか
みんなお元気してんのかな、長池さんとか大隈さんとか。あ、うん、みんな元気にしてあるけど、うん、なんかあったらみんな連絡あるけど、うんうん、隈さんが一時悪かったみたいやけど、はいはい、うん、元気やでとか言うのは聞いて、あとは何も聞いてない、うん、我々も年いったねって思う、ね、お、あのね、お前確かにあの歩くのしんどなったなって言われるな、座るのが多いからっていうのはあるな、あ、足弱ってんなっていう。あんまりずっと OB 会行けてなかったから。そうそうそう、あの、うん、そうやな、まあ、大体12月の第1土曜日ですね、もう決まってるから。でちょうど俺その時高校の方の幹事しとうから、ああ、それ日は一緒になってしまう、重なってない、ずらしてもらう、結構なんか、なんか重なるのは、うん、みんないてるんで、まあ、でもみんな、ね、1年に1回同窓会やからね、今年は必ずみんなのお顔を見に行きます。でみんな、あ、だいぶ弱ったな。ありがとうございました。お疲れ様でした。静かな話し合いでしたね。これがビールやったらね、これバレンだよな。